力を求める限り幾多の困難の利口へ前人未到の境地たどり着く男の名はマスタートカー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 。はい、本日ですねオリックス球団より発表がありました。オリックスバファローズ吉田正尚選手メジャー挑戦容認でございます。おめでとうございます。オリックスが、吉田選手を希望していた、ポスティングを認めその手続きに入るということで、合意したというニュースが来ました。はい、まあちょっと日本一決定後からねちょっとそんなお話がずっとなっていていろいろ気になってはいたんですけれども、はい、今回正式に吉田選手ポスティングシステムを使ってメジャー移籍を目指すということで、もうすでにね何球団か調査は来ているということなんで、まあもう確実でしょう。オリックスではもうイチロー選手以来ということで、本当にねおめでとうございます。夢をぜひ叶えてください。本当に吉田選手には数々の感動をいただいて、めちゃくちゃ大好きな選手、もう本当にねなんかもう言い表せないぐらい素晴らしい選手だったと思います。はい、本当に日本一にしてもらってオリックスにねもうオリックスにまず入ってくれて、活躍してくれてね本当こういう日本一のチームを作っていただいてめちゃくちゃ感謝をしております。吉田選手とチームとファンという、ね、形でいろいろ関わることができて本当に応援することができてめちゃくちゃ嬉しかったです。はい、メジャーもちょっと今のところまだ予定は立ってませんがぜひ見に行きたいなと思ってます。今イチロー選手を見に行ったので、もう基本的に年数とかそういういろんな思い的には正直イチロー選手以上のものがね吉田選手にはあるのでぜひちょっと一緒にねメジャーで活躍する姿を生でぜひ見に行きたいなと思います。ちょっといろいろお金の関係とかあるんでどうなのか分かりませんけれども、まあ、その希望を持って私はねこれから動いていきたいなと思います。とにかく吉田選手本当にありがとうございました。いってらっしゃい。メジャーで大活躍してきてください。